ルネサンス危険像のファサードノルマンニ宮殿はイタリアパレルモにあるかつてのシチリア王の宮殿。9世紀にパレルモを支配していたアラブ人大使のもとで建設が始まり、12世紀にルッチェーロ2世とその後継者ノルマン王,王たちによって拡張された。宮殿内には12世紀シチリアで流行したアラブノルマンビザンティンの核様式の混合様式の恒例であるカッペラ。 パラティーナがある。素晴らしいモザイク、精密な稲妻文様がされ、彩られた木製天井、壁の下部と床は状態の良い,い大遺跡の化粧割りがされている。宮殿自体はスペイン支配時代に再建され増築されているが、ルッチェーロ2世時代の部分、サーラ・ノルマーナと呼ばれる大広間など一部がわずかに残る。1790年には宮殿の一角に、 パレルモ天文台が設立され、ドームと望遠鏡が据え付けられた。1801年に、初代天文台長、ジュゼッペ・ピアッツの観測によって、ここで史上初の小惑星セレスが発見された。1946年より、宮殿はシチリア地方議会の建物となった。ノルマン翼、ありがとうございます。